何が出るかなと。私の知識によると、お宝回収。何が出るかなと。草花は心を癒してくれますね。さあ、私に気づきなさい。やっぱり日が暮れてしまったな。夜更かしは美容の敵。早めに休むとしましょう。終点に着いたのでしょうか。外に出てみればわかりますもん。そうだな、行ってみよう。上見て、星がすごく近い。下もえらいことになっとるで。雲海が遥か下や。ここは世界樹の上。この音は。何？何の音？楽園だよ。楽園？こっちだ。行ってみよう。久しぶりだな、親父。ロゴスか。それが俺の本当の中。意味は？意味などない。あるのは名付けた者のエゴだけだ。そうやって何年になる？忘れたよ。時が忘れさせた。俺がここに来た理由、分かってるんだろう？すべてが、お前たちのすべてがここに流れてくる。なら、話は早い。せくな、来よ。私は消える。もうすぐそこまで来ている。そうかい。全部もらっていくぜ。好きにしろ。それが役目と思うならな。それは俺の意志か？答えろ。それを聞きに来た。お前たちの意志だ。いい答えだ。産んでくれてありがとうよ。もう一つの答えも来たか。すごいわね。
下に見えるのって私たちが住んでいた場所なんでしょう。そのようだな。こんな高い場所にまで人は来ることができるのか。しかもこの世界中は遥か昔、ワイの頭じゃこの状況によう追いついていかへんわ。なあなあ王子、あれ見てみ。なんや。あれやあれ。ほんまか。おお、確か。何言ってるのよ。こんな見えるんやって。どうせ雲かな、ルクスリアの。そっちやないこっちや。ほら、小さすぎてよく勘違いじゃないの。勘違いやらへんって。そうかしら。家具土、どうしました。いや、私には。あれ、え、なんや。メレ、どこですか。あれだ。ああ、あの特徴的な形。そうですね、あの巨大な。おそらく周りを飛んでいるのが。やはりそうか。この位置からでも。はい、メレフ様。いやいや、多分あれはリベラリタス当初軍やろう。よっと。いただき。たっ。いただき。間違いない、この向こうだ。この向こうにきっと楽園が。なんだここは。嘘、これが。こんなところが楽園だっていうのか。緑は、水は、鳥の声は。何にもない。何にもないじゃないか。悲惨じゃのう。ここまで悲惨な光景はアルストでもそう見んわい。ホムラ。わからない、わかりません。私の記憶には、確かに。さっきから聞こえるこの鐘の音、誰かがいるのか。さあ、あの向こう、向こうに一つだけ大きな建物みたいなものがありますもん。そこから音がするみたいですもん。建物か。ここでこうしててもしゃあない。せやな。レックス、行こう。行って確かめよう。大丈夫。荒れ果てているのはここだけかもしれないだろう。あの向こうにきっと何かがあるさ。
どれどれ。木々のことはよーし、データベース検索ですもん。どれどれ。木々のことはよーし、データベース検索ですもん。お宝回収。何が出るかなと。木々のことはよーし、データベース検索ですもん。何が出るかなと。木々のことはよーし、データベース検索ですもん。何が出るかなと。木々のことはよーし、データベース検索ですもん。よっと。以前は町だったようですね。それもかなり古い。モルスの血がちょうどこんなんやったな。乾燥しているせいかな。あそこより埃っぽいね。ん？子供用の乗り物だったみたいですね。うん。ここで人が暮らしていたんだ。大都市だったのだろうな。先がどこまで続いているのか見当もつかん。おそらくアルストの全人口すらしのぐほどの町がここにあった。よっと。だ。お宝回収。
あれかな。金が止んだ。中に入れということかの。行ってみよう。よく帰ったな、我が子たちよ。誰だ。父様。え、ってことはまさか神か。だがどこに。私は常にここにいる。来るがいい。見てくださいも、あんなとこに階段がありますも。下へと続いているようだな。うん、降りてみよう。よっと。中はしっかりしてるんだね。外の町とは構成する物質が違うんだもん。ここ世界樹と同じ材質でできてるもん。世界樹と同じ。あ、あれ、みんな、ホムラ、じいちゃん、ホムラ、光！それにしちゃ装備が古い。まるでずっと昔の。どこだここ。にゃ、ピャコ、よかった、みんな。なんでだよ。え、楽園、あるんじゃなかったのかよ。お嬢様と二人、こんなに遠くまで来たというのに。レックス様、私たちを騙したのですか。あんたを信じてたのに。信じてついてきたのに。ニア、ピアコ、何言ってるんだよ。どうなんだよ。違う、俺はホムラと約束して。ホムラ、ホムラね、ホムラ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 、いっつもそうだ。あいつばっかり見て、他は何にも見はしない。
しいよニア、どうしちゃったんだよ。お嬢様がどれだけ自分を殺してきたか、あなたは何も分かっていない。あなたには何も見えていない。私はここにいるんだ。なんで見えない。見てよ、私を見ろ、レックス。敵が属性攻撃を狙っています。よし、やってやる。レックス、ワイルドスピン。こんなことやらせてやがって。ストロング、楽園なんて打ちのめそったじゃないか。バタフルートミュータ。あんたの力ってその程度。いいね。ああ、俺も同じ気持ち。結局全部無駄だったんだ。ストロング、ホーン。あんたは私を探したんだ。邪魔すんなよ、邪魔すんなよ。僕らのことばかり気にして。うざい。私はまだ。ごめん。答えろ、レックス。なんで私たちを騙した。私たちはあなたを信じていたのに。うわあ。なんで、いや、ピアコ、そんなこともわからんとはな。ネル、カグッチ。え、スペルビア。のんきなものだな。メレフ、お前がここでこうしている間にも、我が帝国の民たちは。あなたは自分が何をしたのか分かってる？何って。周りを顧みず走り続けた結果がこれだ。誰も助けられない。ここにさえ来なければ、スペルビアの民を、ネフェルを助けられたのに。この責任をどう取る、レックス。責任って、俺そんなつもりじゃ。さぞ満足でしょうね、こんな廃墟に私たちを連れてきて。それであなたは目的を達することができて。俺たちの力、見せてやる。わせるな。気だらけだ。ワイルドスペース。失望したよ。邪魔すんなよ。期待していたのだがな。ブルートミュースだ。おねんねしてな。あんたの力ってその程度？ああ、俺も同じ気持ち。私がいる限り。ストロング、パワーチャージ。その程度の力で天の聖雷のドライバーを名乗るつもりか。グレードショット。いつでも。いっけよ。回復。確かにまずいかも。換気、ドライバーの気持ちも。このまま戦うのは危険です。いいね。お前のせいでネフェルは。当たれ、スペルビアは。レッカ、最高の相手だ。お嬢さん、助けてやる。ワイルドスピン。ぶちのめす。なめんな。力が出ない。よし、次は負けない。面白い。スザクだ、よろしく頼む。よろしく頼む。
お茶会が恋しくなったか。俺たちの力見せてやろう。ブラレックス、クレネードショットを当てるな。シャーマーブレイカー、失望したよ。ワイルドバレット、決めてくれ。期待していたのだがな。キャンディーボム、無駄じゃ。がサンキュー。わらわのラーレムのその程度の力で天の聖杯のドライバーを名乗るつもりか。無理する、決めてくれ。いつまで無駄なあがきを続ける。ターミネートブラスター。このまま戦うのは危険です。ありがとう、ルビアは。が、スザク、お、任せな。これ式のことで。もうやめてくれ。俺たちが戦っても何の意味もないだろう。意味がない、ふざけるな。これは弔いだ。そうよ、この戦いは弔いなの。あなたが殺したイクマンの民の。俺が殺したって、待ってくれ。俺は死んで詫びろ、レックス。待ちなさい、みっともないわよ。なんだよ、ここみんなどうなっちゃったんだよ。ホムラ、ヒカリ、ちっちゃん、どこだよ、どこにいるんだよ。なんで逃げるの。ドラ、ハナ、チークにサイカ、まさかみんなも。楽しいか、ボン。ガキンくせに英雄気取りよって、大人を振り回しよって。違う。兄貴はずるいもん。なんで兄貴がドライバーになれてトラはなれないもん。トラ一生懸命頑張ってるのにずるいもん。そうですもん。ちょっと運がいいってだけで天の聖杯のドライバーですかも。花だってこんな偽物じゃなくて本物に生まれたかったですもん。不公平ですもん。さぞ気持ちええやろね。周りから特別扱いしてもろて、七夕で天の聖杯も出て、あんたにはもったいない力や。悪いことは言わ、今すぐ王子に渡しや。それが分相応や。やめてくれよ。俺が何したって言うんだよ。そないなこともわからんのかい。おどれが通ってきた道に何が転がってるんか、振り返ることもなかったんかい。よし、やってやる。ブラインドエリア、ワイルドバレット、クレネードショット、決めてくれ。くらえ、効かないもん。サンキュー。トラだって本物のトライバーになれたかったのだ。ブレイブサンダー、はっ、バンバン、ワイルドサイス、サイクロンスマッシュ、本物のトライバーになれたかった。力だ、効かない。ハイザープレイ、ワイルドスピード、ブレイブサンダー、了解だ。決めてくれ。うわぁ、このガキやな。よいしょ、腹へぇ、止まるぞ。心強いね。
ストロングホープスザク。俺は生まれた時からスザクだ。風を舐めるな。いけークリュークラッカー。ジャガここは。何のためじゃろうな。じいちゃん。わしらは何のためにおるんじゃろう。ブレイドとして生まれ、眠り、気が遠くなるほどの時を過ごし、そしてアルスとなってもまた気が遠くなるほどの時を過ごし、やがてあのように消えていく。考えたことはあるか。定まらぬ目的の中、永劫ともいえる時を過ごすこと。それは人はいい。限られた時の中、限られたことだけを考え生きればよいのじゃからな。お前たちが羨ましいぞ。なあ、教えてくれ、レックス。わしはどうすればいい。お前を背に乗せ、この海原を漂っていれば、それでいいのか。それがわしのすべてなのか。そんなの俺に聞かれてもわからないよ。なんでそんなこと聞くんだよ。おかしいよ、みんなおかしいよ。お帰りなさい。遅かったじゃない。どこをほっつき歩いてたのよ。ホムラ、光。さあ、ご飯にしましょう。今日はレックスの好きなものたくさんこしらえたんですよ。はい、たくさん食べてね。パン、どれがいい？ああ、それじゃあ、それと、それを。はい、どうぞ。ありがとう。そうだ、ワイン飲む？で、レックスはまだ無理か。光、
何かあった？何って？いや、なんか妙に優しいからさ。やだ、私いつもこんなものよ。そうかな。ああ、もうレックス、食事の前に手を洗わないなんてお行儀が悪すぎます。さあ早く手を洗ってきてください。ああごめん。なんだか光みたいだな、ホムラ。ちゃんと洗いました？うん、大丈夫。じゃあいただきましょう。いただきます。 いただきます。おいしい。当然です、この私が作ったんですから。今度は私が作ろうかな。ひかりちゃんはダメ、料理下手でしょ。なんで？いいじゃない、私だってレックスに料理作ってあげたいもの。ダメです、レックスがお腹壊したらどうするんですか？ひっどい、いくらなんでもそこまでじゃないわよ。まあまあ二人とも、俺どっちに作ってもらっても嬉しいよ。嬉しい。レックス、なんでかな俺、なんでこんなとこに来ちゃったんだろう。みんなが違うんだ、みんな俺のこと。でも二人は俺、何か悪いことしたのかな。もうやめましょう、父様。みんな、レックス、なんでみんなここにおんのや。ワイは確か見たかったのだ、お前たちの心の形を。この声は、あんたは？私の名はクラウス、この世界の創造主だ。お前たちの姿をずっと見てきた。何を考え、何を望み、何を成し得てきたのか。さっきのはあんたが？そうだ、今のお前たちではない、別の形、もう一人の姿、それを見たかった。もう一人やて？なんや、みんなあんなもん抱えとる言うんか。あれがわいらの本心言うんか。まさか亀ちゃんも？どうやらお前らも似たようなもん見せられたみたいやな。気色悪い、何様のつもりや。あれはお前たちが抱えている恐怖だ。わけわからん。あなたは何が目的なのです？あまり気分の良いものではありませんでしたが。
幾清掃の時を経て人がどう変わったのか、どこへ行こうとしているのか、それを確かめたかった。失望したか。いや、今私の前にいるのは今のお前たちだ。それで十分だ。神様、俺はフォムラと出会ってここまで来た。ここは本当に楽園なのか。あんたは。すべてを見せよう、私の、そしてこの星の記憶を。かつて世界では今とは比較にならぬほどの生存競争が繰り広げられていた。その姿は醜く、しかし美しくもあった。人は何のために生きる、誰のために。己のためだ。渇望し追い求める姿は人に備わった本来の姿だ。だが私はそれを良しとしなかった。人に対して絶望していた。私はその解決を外へと求めた。ある日私はゲートと出会った。それが何のために我々の前に現れたのかわからない。だがそれはある可能性を秘めていた。可能性？我々の世界は一つだけではない。多くの世界が互いの存在を知覚せぬまま重なり合って併存している。ゲートはそれら多元的な世界をつなぐものだった。私は禁断の扉を開いた。それで世界が変わると信じて。モルスと呼ばれる大地をお前たちは見てきたはずだ。あれが私の世界の末路。私がゲートを開いたことで多くの人や物が遥か彼方の次元へと消えていった。残ったのはモルスの地の廃墟と私の半身だ。その体は。私の半身はいずこかの次元に存在する。だがそれももう消える。消えるとは。向こう側の私がついえる時が近づいているからだ。父様が。私は愚かだった。愚かであるがゆえに全てを失った。私は残ったこの半身の消滅を願ったが、それは叶わなかった。これは罰だ。神が私の犯した罪に下した罰なのだ。神。私ができることは一つだけだった。犯した罪を償うという。私はこの世界を再生させると誓った。まず私が作ったのは崩壊した物質を再生する能力を持った分子体だった。お前たちが雲海と呼ぶものだ。雲海は接触した物質を分解し、かつて世界を作り上げていた物質へと再構成させる力を持っている。
そうして崩壊した世界を私は少しずつだが再生していった。次に私は生命の再生を行った。かつて存在した全ての生命の記憶を持った祖師、お前たちがコアクリスタルと呼んでいる物質を雲海へと放った。放たれたコアクリスタルは雲海の分子構造と結びつき、新たな生命核を形成した。生命核はやがて微細な生命体アルスへと変化し、それは次第に大型のものとなっていった。やがて宿した生命情報をもとにアルスたちは純粋な生命体を生み出した。生み出された生命体は長い年月を経て新たな人間となっていった。我々はそうしてこの世界に誕生したのか。だがそうして誕生した世界を私は信じていなかった。また繰り返すのではないか、また私のようなものが現れるのではないか、その疑念を払うために私はもう一つの計画を実行した。それがブレイドだ。ウーシア、ロゴス、プネウマと呼ばれるトリニティプロセッサーがその要だ。しかしウーシアは時空転移現象とともに消えていた。私は残されたロゴスとプネウマにブレイドの管理を任せた。メツとホムラ、今はそう呼ばれているお前たちのことだ。プネウマ、それが私。管理とは？ブレイドの中核であるコアクリスタルは外界からの到達や同調した人間の生命体としての情報だけでなく、その人間との間に培われた経験や感情までをもロゴスとプネウマへ送る機能を持っている。送られた情報は蓄積され、新たな進化コードをコアクリスタルへと送り返す。送り返された進化コードはさらなるブレイドを生み出し、そのブレイドはやがてアルスとなり、次なる生命体を創出していく。命の記憶の循環を私は作り出したの。なんと遠大な、気の遠くなるような話じゃ。俺たちはそうやって命が繰り返されることによって生まれた。元の世界の犠牲と引き換えに。そうだ。だがわずかに生き残った者たちもいた。お前たちもモルスの地で見てきたはずだ。生きながらえた人の姿を。あのモンスターたちはもしかして元は人間？本来コアクリスタルは人の脳細胞の代わりとして生み出されたもの、永劫の命を求めた人の業の結晶だ。その慣れの果てがあの姿か。だがそれはブレイドをアルスを作り出す短所ともなった。それを礎と見るか犠牲と取るか、答えはそれぞれか。
そうして誕生した我々は、あなたが思うように変わっていたのでしょうか。どう思う？私にはとても。そう、先にお前たちが体験したあの幻、あれもまたお前たちの持つ心の側面だ。そしてあの男、マルベーニ、人は何かを失った時にその理由を求めようとする。自分の中に、他人の中に、誰かに定義してほしいのだ。お前は何者なのかということを。なんと孤独な存在か。しかし、それもまた人なのだろう。私はそれらすべての情報に触れ、そして確信した。お前たちはかつての私たちから何一つとして変わっていないと。だから放置したのだ。500年の昔、あの男がここへとたどり着いた際、ロゴスとプネウマを持ち去ったことを、ブレイドとして実体化したロモスが世界を消滅させようとしたことを。おかしいよ、世界を再生したかったんだろ。ならなんで。運命。運命。そうなる運命。そうにしかならない運命。私の罪は永久に償うことができない。そんな。定款だった。私は再びただ消えることを望んだ。だが何かが変わった。それがレックス、お前とプネウマだ。俺とホムラと光。本来あり得るはずのない再同調、そして命の共有。そして世界の消滅後、沈黙を守り通していたゲートが再び動き始めた。レックスよ、今お前とプネウマが行使している力はゲートの力だ。遥か次元の彼方から漏れ出してくる、我々には知覚し得ない力なのだ。もしかしたら世界は変わるのかもしれない。この振動は？ロゴスだ。メツがこの世界すべてを消し去ろうとしている。なんだって。あれも元はお前と同じプロセッサー、善も悪もない。あれを突き動かしているのは衝動だ。マルベーニという人間が抱いた絶望だ。そうか、やっぱり俺があの時感じたのは間違ってなかったんだ。レックス。レックス、お前の望みは？決まってる。滅を止める。止めてどうする？一発ぶん殴って、それから酒でも酌み交わすかな。サルベージャーの合言葉その6、殴り合った後は飲んで忘れろ、忘れた後は肩を組めってね。まあ俺はまだ飲める年じゃないんだけど。そうか、
クネウマ、いや、ホムラとヒカリか。何でしょう。すまなかったな。お前たちに全てを背負わせてしまった。いいえ、感謝してます。父様のおかげで、私たちはレックスに、みんなに出会えた。最高の思い出です。父様、ここのすべての情報と権限をお前に譲渡した。役に立ててくれ。はい、レックス。なんだい。私はもうじき消える。その時ゲートもまたこの世界から消えるだろう。お前たちの力を行使できる時間は限られている。わかった、なんとかやってみるよ。頼んだぞ。クラウスさん、この世界のことまだ諦めてる？今はお前たちに出会えてよかったと思っている。そっか、なら俺の答えと同じだね。ありがとう、俺たちを産んでくれて。私は再び君に向き合えるだろうか、ガラテア。光、メスはどこ？彼がいるとしたらあそこしかない。どこ？教えて。全てのデバイスの要、世界を破壊するためにだけ作られたデバイス、アイオン。アイオン、メツの言ってたやつか。よし、そこに行こう。役目を果たそう。血がたぎる。到着。ああ、ここだったね。
レーンがあんなにたくさん。本気でアルストを消滅させるつもりか。急ごう、みんな。油断するでないぞ。崩れろ。じっちゃんはそこでのんびりしてよ。チャンスよ。私いい反応。いけー。パニッシュメントレイ。前の相手は花で勝った。いいね。イーグルダブルスピンエッジ。ハンカーショット。今ダブルスピンエッジ。花の攻撃は変化しますもん。もふっ。いいね。どうも心を一つにできます。いいね。転がれ。いいよ、相手になってやれ。いっけね、先手を取られた。お宝回収。いただき。
到着。ああ、ここだったのね。熱は強いけど、諦め…ああ、ここでは…そうなりゃ、ワイらの大切な人はもう…そんな事態…でも、私たちには深夜イーラ…これまでもいろんな…今回はあまりに高い…みんながいれば、絶対に乗り越えられるもん。みんな、これが最後の…ドライバーとブレイドの絆の力、見せてやろう。おお、一息つこうか。さあ、ここに来ると。ほんまやね。サルベージュは結構盛んやけど、アバリティア第一次産業はグーラほど余生を静かに過ごし。じじくさいこと言うな。なあ、ここで暮らしてみたい。へえ。この家に泊まらせてもらって同感です。町の宿とは。お二人さんは暮らしがい。ジークも人。うちらはルクスリアを出てからは。せやな。特にインビディアやスペルビアでボンたちが来るのを待つ。今か今かと待っとるんやけど。あの野宿は辛かったね。食料がなくなったら神。その話はやめようや。まここの皆静室で休めたもんね。いろんな苦労をしてるんだ。待ち伏せはできる限り避けたいですね。って昔話。ワイからもメレフに聞き、ここはええ場所やん。スペルビアとインビディアで今のところは問題ないだろう。どちらかがこの島々に手を出すことになれば、少なくとも我々には戦争。そうか、それ聞いてちょっと。どうしてジークがそんなことを。レックスの仲間の故郷のこと。それはそう。ボンが何の気がかりもなく集中、この村のことで不安になって。優しい。ワイは音。なんだか最後。うん、強くなった気がする。また強くなっちゃった。なんかムキムキになった気がするもん。経験が実を結んだか。ふん、ワイの強さは天井知らずや。快適な睡眠は得られましたか。寝た。もう、長旅は疲れるもん。ワクワクですもん。よろしく頼む。スザクだ。よろしく頼む。
滅。開演に間に合ったな、小僧。ここは特等席だ。って、なんだか義経みたいな物言いだな。義経は死んだよ。弁慶も。死も。だろうな。それだけ？涙流して弔辞でも述べろってか？それが何になる？あいつらは消滅を望んでいた本望ってやつだ。なら笑って送ってやればいい。熱、本心か？ああ、それが本心なのか？熱、言ってる意味が分かんねえな。気づいてるんだろ、それが自分の意思じゃないって。マルベイニから刷り込まれたものだって。だったらどうなってんだ。改心しろとか生っちょろいセリフ吐くんじゃねえぞ。その通りだって言ったら。なら舐めてんじゃねえぞ小僧。ブレイドがアルスになるとか、そのアルスから人間が生まれたとか、そんなことはどうだっていいんだ。なるようになりゃいい。けどな、あいつは全てを失っていた。何も望んじゃいなかった。自分が生きることさえもな。それでも自らの命だけは絶たなかった。絶てなかったんだよ。あなたに忘れられるのか、絆が消えるのか、寂しいよ。言葉は呪いだ。その呪いに縛られていたがゆえにな。ひどい話じゃねえか。ひどい世界だろ、ここは。その世界にお主もおることを忘れるな。お主がおらねば、マルベーニがおらねば、シンもラウラも別の道を行っておったろう。ご明察、その通りだ。伊達に年は食ってねえな、ジジイ。俺もひどい存在さ。醜悪で救いようがない。だから終わりにしようや。届いていないの？父様の悲しみは、思いは。届くわけはねえだろ。それは俺の役目じゃねえ。この者、まさか。全身全霊で全てでもって示してみせろ。お前たちの意志を、この世界に立っている意味を。決めてくれ。重ね、覚悟しなさい。私たちをやったせ。
力を知りなさい。そこまでする。誰のために、何のために、誰のためでもない。そうすることでみんなが笑えるなら、命がつながっていくなら、それが俺の役目だからだ。真に言われたよ。
あんたを頼むって。シンは消えたかったんじゃない、あんたに命をつなげたかったんだ。自分に道を示してくれたあんたに。それで何人が死んだと思ってる。許せるのかお前は。許せるわけないだろ。でもそれが俺たちのいるこの世界だ。ならその中で前に進むしかないんだ。あんただってそうやって進んできたんだろうに。僕たちは僕たちの力で神を切り、そして未来を切り開く。急ぐのだ、その時はもう目の前に。世界の終わりってのは私の心配はいらないよ。このアイオンデラ、サマキのイカズチだぜ。セイレンパスター、何するのさ。なかなかいいじゃない。このまま終わるもっか。これも同じ気持ち。今は守ることを。これでいいぞ。いつでも行けるよ。崩れ安上戦闘ダブルスピンエッジ。アンカーソットルブルナ、山術に当てる。よかった。おいドライブスピンダメージアーマー、ローリングスマッチ。崩れろ。ダブルスピンエッジ潰れな。ダブルスピンエッジ崩れろ。ダブルスピンエッジ確実に当てる。ジャガースクラッチ今もらったから、はい、いつでも行ける。逃げるね。ローリングスマッシュ崩れろ。はっ、うん、ダブルスピンエッジ。アンカーショット今です。私に任せなさい。決めてくれ。ここが因果の果てよ。逃げろ。はっ、これでいいぞ。はっ、ダブルスピンエッジ。アンカーショットエッセスター。はっ、行ってやるぞ。言った通りです。さすがです。崩れません。頼りになるね。ほんといいね、うん、ダブルスピンエッジ。私に任せなさい。ローリングスマッチ決めてくれ。アンカーポス。いいぞ、うん、ホットンエッジ。ジャガークラッチ。急いで拾いましょう。ダブルスピンエッジ、うん、アンカーショット。いや崩れろ。ミンジャーローリングスマッチ。ダブルスピンエッジ。いつでもいけるよ。オッケー崩れろ。アースヘイスト。我が意志に従え。潰れな。ダブルスピンエッジ。いいじゃん。レックスやれるわ。良い指示だ。カリュウ。はっ。ジャガークラッチ。いいぞ。今です。回復しましょう。準備オッケー。オッケー。ニャ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 。お前らにはクラウェイブ。オーブサーバット。いいじゃん。月。私の怪物の力。ほら。光ちゃん。決めてくれ。お願い。炎よ。いいね。今なら光ちゃんと力を一つにできます。オッケー。敵の毒性が今は守る。行くわ。いいぞ。アンカーショット。はい。呼ばれる。お嬢さん。頼りになるね。本当に頼む。いい反撃。崩れろ。いいね。どうだ。アンカーショット。私今のうちにから回復ダブルスピンエッジ。ダブルスピンエッジ。これで。ダブルスピンエッジ。目に物を見せてあげる。これこそが特別実験官の実力。いいね。くそ、こん
なところで。厄介なこと。ほら立って男だ。そうはいかないわ。いや、おい、ダメージよ。いいぞ、いいぞ、アンカーソット。やれるわ。決めてくれ。見えたわ、そこね。ダブルシンエッジ、アンカーショット。はい、いや、呼ばれよしよ。弱点捉えた。いいじゃん。出力調確実に当てるわ。タグチ参りましょう。ラウンドヒーリング、フォトンエッジだね。いいね、崩れろ。ダブルシンエッジ、アンカーショット。今のうちに。ダブルシンエッジ、弱点捉えた。ダブルシンエッジ、弱点捉えた。見えた、そこね。これで、いいぞ。狙われてはるで。サバキのイカズチだぜ。いいじゃん、崩れろ。構造形成完了。水面バスター、手加減なしでいける。このままのサーブ危険です。狙われてはるで。外せることはない。ほら立って男だろ。いや、ありがとう。お嬢様は私がお守りいたします。今は守ること弱点捉えて準備 OK。 いいぞ、崩れろ。いや、これでも食らえた。いいね、はっ。親父はどう思ってるだろうな。俺たち聖杯同士が戦うなんだよ。いいじゃん、負けません。いや、力を崩せよ。準備はどうだ。いさらげはっ。ワイルドスピード、死ねはっ。やっ、大丈夫か。サボマヒーリングハイロー。準備はできた。いくれ。コンセントレーション。はっ、いいね。心がほとばしる。つぶれな。心強いね。いいじゃん。じゃあ、サランゲ。ここまで下がる。私のパワーチャージ。サンキュー。活用しておくれやす。ダブルスピンエッジ、アンカーショット。ほら、ヒカリちゃん、ヒカリちゃんの出番。確実に当てるわ。決めてくれ。エクスト、ライオニングバスター。いいね、くすめろ。ダブルスピンエッジ、礼を言おう。さすがですよ。今は守りの力を考えて。ダブルスピンエッジ、やっ、急いよ。モーニングスマッシュ、これ決めてくれ。運命ってやつだ。やっ、諦めろ。はっ、準備をする。息を合わせて行くぞ。スターバースト。ニア、頼む。ニア様の出番だよ。これでどうです。メリフ、やっちゃって。作戦通りだな。私だって。まだまだ。決めてくれ。シャイニングフレア。いや、頼む。任せときなって。張り切っていっちゃうよ。メリフ、やっちゃって。作戦通りだな。ヒルンエモーション。混合撃。アンカーショット。お願い。決めてくれ。全力で叩き伏せるぞ。レベルシノリエイバー。力に変える。砕けろ。頼りになるね。もっと強くなるよ。なんか待ってないです。天井知らずや。行くよ。ええ。
せる。そして進むんだ。未来に。私ができる最後の手向けだ。あとは託したぞ、我が子たちよ。楽しかったぜ、小僧。ミツ、もっと早くお前に出会ってたなら、いろんな世界が見えたんだろうな。だが、それでも俺があんたのドライバーだったら、そうすれば気色悪いことを言うな。俺のドライバーはヤツだ。それはそれで悪かねえ。メツ、ようやく見つけたようだな、メレフ様。己の存在意義を。はい。正直羨ましいよ。ほとんどの人間はそれを見つけられないままその生涯を終える。私は見つけられるだろうか。もうあるやろ、アンさんは。それでもまだ足りん言うんやったら、それは次の世代に渡したらええ。そうだな。その通りだ。何が起きてるんだ。これは何？
このままだと楽園全体が崩壊する。なんだって！ゲートが消失したことで楽園を維持していた力がなくなったの。崩壊した後はどうなるの？ねえ！ここより上は軌道上を周回するか、遠心力で遥か彼方に飛び散るわ。でもここより下、世界樹それ自体は崩れ、アルストへ落下する。バカ！そんなことになったら世界は。何か止める方法は。光！一つだけ、たった一つだけ方法があるわ。ここから護送下に降りたところにモーメント調整用ブースターの制御室があるの。ブースターに点火し、世界樹全体を軌道より上に加速できれば。ブースターとか加速とか、なんやようわからんが、要するにそこに行けばなんとかなるんやな。わかった、護送下だね。急ごう。青龍さん、花ちゃん。うん？なんじゃと？そんなことできませんもん。お願いします。二人にしか頼めないことだから。でも花ちゃん、約束ね。あれはお願い。お前さんは船、港か、ここは。そこで何やってるんだ、光！制御室は光！まさか。ごめんね。初めて嘘ついちゃったね。光、世界樹の崩壊を止めるためにはアイオーンに残された力を使って世界樹全体を消滅させるより他に方法はないわ。みんなはその脱出艇に乗って急いでここから離れて。残された力って、光、何考えてんだ。大丈夫だよね。世界樹をなんとかしたら
帰ってくるよね。待ってて、俺もそっちに行く。くそ、ワイヤーが足りない。そうだ、花。花。ダメですもん。できませんもん。できないってなんで。約束なんですもん。光、レックスが必ず花を頼るもって、絶対手を貸しちゃダメもって。なんでそんなこと。頼む、お願いだ。俺をあっちへ連れて行ってくれるだけでいいんだ。そしたらみんなはここを。レックス、ちょっとだけ、ほら、あそこに行くだけでいいから。レックス！じっちゃん。男なら背を向ける覚悟も必要じゃ。なんで、なんで。あの子の願いを叶えてやれ。じっちゃん。もういつまでも子供じゃおれへんで。惚れた女の気持ち受け止めてやらんかい。それが大人になるっちゅうこと。レックス、君たちとの出会いに礼を言いたい。クリスタルが。もう一人で大丈夫だね。光、
はじめまして、そしてよろしくね。レックス、あなたに出会えてよかった。長い私の時の中でほんのわずかな間だったけれど、どの時よりも暖かくて、そして輝いていた。暗かった私の歩く道を照らしてくれた。知りたい？それはね、こっちの方がしっくりくるわい。じいちゃん、降りるぞ。みんなしっかり捕まっとれ。雲海が…アルスが…いない。そんな、みんな消えちゃったの？間に合わんかった。モルスの地ですもん。世界には廃墟しか残されてへんのか。亀裂を越えるぞ。
見て。アルスたちが大地となっていく。そうか、これが神、いやクラウスという男が語っていた世界の再生。じっちゃん、こんなところにあったんだ楽園。そうじゃな、その通りじゃ。やっと届いたね。